明日の朝、ストーブが急状態だと部屋を暖かくするのが骨なので、今のうちに満タンにしておく。ちょっと手についたな。臭い。あ、そうだ。 先日ミコ姫が言っていたように、食用油を手にすり込んでから石鹸で洗ってみる。ああ、いい会話の切り口できそうだね、これなら。ミコ姫聞いてよ君の言った通り洗ったら手が臭くなくなったよ嗅いで嗅いでみたいな感じでグイグイいけるかもしれない <laughs>。<laughs> まあ俺はそんなやつと仲良くなりたいとは思わないけど。お、確かに匂い弱まったかも。なるほど。確かに嫌な匂いがほとんどしなくなった。え、結構俺ガソリンの匂いとか好きなんだけど、変わってるのかなまあでも手からガソリンの匂いしたら嫌がられるかへー、すごいな。生活の知恵だ。それじゃ寝るか。 あっという間の一週間だったけど、本当に毎日が目まぐるしくて。お前怒ったで寝るの <laughs> <laughs> そこ今今、今いるの今だから。やがましいよ俺。楽しいよな。引っ越す前には考えられなかったぐらいに充実している。明日は休みだけど、何するかなあ、学校ないのか。そしたら巫女姫めに、海で海底イベントができないじゃん。雪国に来て初めての休日。お前寝てる間にテレポーテーションしたの <laughs> <laughs> 今いたよねさっきまで。今今にいないの。なんでやることは地味に決まっていたりする。 あ、これからは水木のって感じかいとは言ってもまだまだ弟ポジションから脱却できてないから、ここ進展してほしいところだね。あはーい、何ですかちょっとお誘い。って、何してるの片付けですよ。片付け腰してきてから、まだちゃんと部屋片付けてなかったんです。自分片付いてた。わ <laughs> からん。男子高校生の片付け度合いがわからん。見た目片付いてるように見えるんだけどな少なくとも女の子が見て片付いてると思われてるんだったら、もうこれ以上掃除しなくていい気がするけどね。そう思うでしょ押し入れまで向かう。 すぐに使わないものは、とりあえず詰め込んでたんです。あらら、これはなかなか。でも、すぐに使わないんなら、時間取れるよね。めっちゃお出かけ行きたい、お前。<laughs> でも全然いいんですけど、なんでそんなゴリゴリゴリマッチョで来るのああ、なんかお誘いって言っていましたよね。ん せっかく雪国に来たんでしょだからね。だから雪国名物、雪だるま作りに誘いに来たの子供だな。<laughs> <laughs> お前本当に年上か <laughs>。お姉さんキャラなんだよね。この甘角における。小春日家じゃねえかもしかしたら。え雪だるまそう 雪だるまなんてなかなかちゃんと作ったことなかったでしょだから、どうかな確かにちゃんと作ることはないよね、雪だるまって。まあ、千葉県済みだからちゃんと作れるほどの積雪量を更新したことないんだけどさ、生まれてこの方千葉県は。うん、うん、確かに雪だるまを作ったことはあっても、これだけたくさんの雪を使って作ったことはない。ねいいでしょダメ片付け、後で手伝ってあげるから。どんだけ雪だるま作れてんだよ。<laughs> なんか恒例させようとしてる雪だるまに命でも吹き込もうとしてるもしかして先輩、雪だるま作りたいんですかいや、それは作りたくなくて、作りたいって言ってるやつやべえだろ <laughs> <laughs> どんな人間やねんってなるわ。<laughs> それは、まあ細かいことはいいじゃない。さ、行く行く可愛いところあるな。<laughs> そのギャップにグッと来ちゃうオスが多いのか。この甘辛をプレイしてるユーザーたちは。やっぱ作りたいってちょっと押さないで。さ、レッツラゴーま、お前本当に先輩だよな。<laughs> レッツラゴーなんていう英単語はこの世に存在しないんだよ。わ、ま、わ、あ、せめてコートぐらい着させてくださいって。 そんなわけでやってきたのは公園。まだまだ新しい牌いけてるね。<laughs> 家の庭とかでやるんじゃないんだ。あら、貸し切り状態ね。確かに子供いませんね。誰もいないと雪で覆われた玩ングが少し寂しい。もうダメだ。玩ングっていう単語を見ると勝手にムラっと来ちゃう俺がいる。<laughs> 大人ってダメだね、こういうところ。うーん、残念。いたら手伝わせようと思ったのに。お前何を目指せんの <laughs> 本当に好かれる気あるんか <laughs> 主人公は愚か。この甘かのユーザーたちから、誰気なく言いますね。仕方ない。それじゃ、作っちゃおうか。作りたいんじゃないの <laughs> なん <laughs> なんこいつ。なんで急にいた仕方ないみたいな感じなのでかい雪玉2つ作って乗っけるってことですよね。そうね。スタンダードに行きましょう。なるほど。雪だるまなら子供の頃作ったし、そんなに苦労するほどのことじゃないだろう。チゃちャっとやっちゃいますかもうめっちゃ片付けしたいよ、お <laughs> <laughs> い。け合わねえな。<laughs> とりあえず小さな雪玉作って、それを転がしていけば大きくなるはず。と思ったのだけど、なんだこれ。うーん たるまんないね。確かに小春がこの前埋まっていた時の積雪量に比べると、この公園ちょっと寂しい感じがするよね。ちょっと日柄間違えたんちゃうかサラサラでちっとも固まらない。雪玉を作ろうにも少し力を入れて固めると、ボろっと崩れてしまう。手で少し溶かして、ようやく固まるぐらいだ。なんで、ここの雪どうなってるんだあ、スノーパウダーってやつもしかして、なんか雪国ならではの、雪質してる感じなんだ。 本と先輩が手を叩く。昨日雪降ったし、新雪はパウダースノーって言って、水分が少なくてサラサラしてるのよ。お前その情報知っててなぜ今言った <laughs> 言うの遅えよ。家出る前に行ってくれればよかったじゃん。そしたら片付けてきたのに。あはあ、つまりはなかなか固まらないってことね。いや、それは今現在の実体験でかなわりわかってるんですけど、それでどうすればいいとふーん、二人だと時間がかかっちゃいそうね。なんで帰るっていう選択肢が浮かばないんですかふふふふ。<laughs> 一でも作りたいのかよ、雪だるま。諦める気はないんですね。ま、ま、救援呼んでみるから、任せなさいって。ああ、なんか、予想つくけど、そういうことやっちゃう <laughs> 体験版ながら、攻略ヒーロイン、ダブル出演とか、ちょっと調ばんないか心配だよ。ウィンクすると、携帯取り出して、電話をかける。うーん。あ、ま、もしもし私私。うーん、そうそう、お姉ちゃんよ。お前、さらっと予想つけ。<laughs> 姉はいても妹はいないはずだろ、お前。